先ほど、堀井先生の方からいろいろお話しあったと思うんですが、今回の裁判の代理人の今回の裁判の代理人ということで、これからやらせていただく予定です。で、先ほど話もありましたが、本当は別にこのこれだけのいろんなところで全国各地、ある意味で言うとですね、この施工が12月に施工されるわけですけれども、それまでに何ができるかということで、このフリーランスの方々は、裁判ということを考えたわけですね。それで本当だったらこれはやっぱり全国の主要な裁判所で、いっぱい送ればですね、ここは一つのやっぱりこう社会運動というか、になると思うんですよね。だからもちろん私たちに与えられている今の日本の裁判システムというのは決して十分ではなくて、この裁判をやってもですね、ある意味門前払い的な判断になるわけですけども、しかしそれを少しもしやればですね、やっぱりこの国家権力から見ればですね、そういうものが起きているということに対して対応しないといけないわけですね。その一つ一つの裁判に対してきちっとやはりちゃんと書類を作って対応しないといけないという、その中でやはり、逆に裁判所もこの法律ということについて裁判所も一応考えないといけないと、そういうことでそういう関係するですね、いろんなところに出してやっぱり裁判することによって、またいろいろな圧力といいますかね、いろんな施工についての圧力になると私は思っていますし、これはやっぱりこれ決して全く無駄な裁判ではなく、この機会にやっぱりこういろんなことを裁判所で主張しですね、証拠を出していくということを通して、そのことをまたいろいろ報道するとか、いろんなインターネットとかですね、いろいろ通じて広げていくということを通じて、やっぱこの法律の問題点、この法律が施行されることの危険性ということを、より広くですね、訴えていくということに意義があると思いますので、ぜひ関心ある方はぜひこの裁判にですね、ぜひともいろいろとこう注目していただきたいと思いますし、今言ったいろんな人たちがいろんなところでこう裁判、裁判だけに限らないといろんな運動を起こすことがこの大事だと思いますので、諦めることなくですね、12月まで諦めることなくこの施工を止めるような戦いをしていくべきだと思っています。よろしくお願いいたします。